ここがカルニカーラ。確かに難攻不落の要塞だな。カルニカーラは天然の要塞だ。リンドブルト、あいつが現れなければ。気持ちはわかる。俺も故郷を滅ぼされたことがあるからな。だが決起に流行っていたのでは勝てる者も勝てなくなる。分かってるよ。僕だって正面から乗り込もうなんて考えてない。抜け道があるということですか？ある。あいつらには絶対に見つけられない。砦の周囲は足場が悪いが、砦内は整備されてるんだろ？当然だよ。僕たちが住んでいた場所でもあるんだから。城門さえ突破できれば戦いようもある。案内してもらえるかな？こっち、ついてきて。ゼルバ、アルベルト、兵を突入させられるように準備をしておいてくれ。了解。行くよ。さて、戦闘開始といきますか。皆さんの力をお借りします。この機を逃すな。畳みかけるぞ。遅れるな。私にだってできるんだから。
機を逃すな。畳みかけるぞ。これが俺の選んだ。ドブルか。そうだ、あいつらが僕の仲間を殺した。バシタールはどこにいる？ま、答えるわけないよな。何も聞くつもりはない。光と闇、どちらかしか生き残ることができないのであれば、俺は自分の信じたもののために戦う。行くぞ。